6月23日、株式会社クールライフの萩尾代表取締役が愛媛県庁を訪れ、みきゃんデザイン天笠の贈呈式が行われました。萩尾代表取締役は、新型コロナウイルスの影響で大変な時期だが、県内に活気が見られるように頑張っていきたいと述べました。これに対して中村知事は、子どもの城や動物園は家族で行きやすい場所であるため、いただいた傘はそうした施設で活用させていただくと述べました。